はい、それではヒットマンアブソリューション続きの方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日から新しいチャプターですね。サウスダコタ。とても綺麗だ。さて、噂は聞いてるぞ、バービー。俺を呼び出すんだ。それなりの話なんだろうな。手を貸してやろうと思ってね。あんたが探してる女のことさ。あんた何に手を出しているか分かってないよ。バーディ、心配してくれるのか。どれどれ。これが信用できる野郎の面か。ドムは死んだ。あのハゲのせいで。ハゲ言うな。また悪口。そして、これ以上に使えそうな人間なんているか。いや違うな、バーディ。小娘はもう手元にいる。つまりお前はもう役には立たん。待て待て待て、落ち着けて。いいか、頼むから聞いてくれ。あんたは分かってないんだ。最高の値をつけるやつを探してんだろ。俺らが単独をつけられる。それも俺の仕事だ。だろ。俺がお前の電話の盗聴くらいできないと言うの。いい天気だ。バディ、あの女は名前は何と言ったかな。そう、ジェイド。一体誰だ。クソ誰。答えが違うぞ。この国は実にいい。何でもない。思い通りの存在に脳みそと玉のあるやつになるんだ。わかった、わかったって。彼女はエージェンシーの下っ端だ。エージェンシー。ビクトリアにエージェンシーが関わってるのか。話して。本気でやばいぜ。ちょっかいを出せば必ずあんたを見つけ出す。だが俺が間に入れば分かるだろう。ヒットマンを送り込むほどの山なら、そうさ、あの子にはとてつもない価値があるはずだ。心配するな。面白い話だったぞ、バーディ。ありがとうよ。だが今度その汚い面を見せたら、そのここに埋めてやる。建国の父の隣にな。これは脅しじゃない。分かってるだろう。オッケー、いいさ。俺をのけものにしよってんだな。だがそれが大きな間違いだ。あんたにはサプライズを用意したんだ。見逃された。いや、全員分のサプライズ。え、これはハゲも入ってんの。Welcome to Hope.
現にようこそホープへ。 Welcome to Hope。 お、バーテンダーの発見。ウェイドの持っていたマッチ箱を手がかりに、サウスダコタ州ホープの郊外にある創造主ロードサイドバー、グレートボールズオブファイヤーにたどり着いた。レニーを見つけ、ビクトリアを救い出す約束をしたのだ。彼女本人と、そしてダイアナに。レニー、デクスター、トラビス、奴ら全員に代償を払わせる。バーテンダーの発見。バーテンダーは知っている。何でも知っている。フレニーの居場所が聞けるはずだ。何でもは知らない。知ってることだけと思います。あそこでも入れないよ。やっぱり楽しんだ。待て、仕事仲間と待ち合わせ。そうだ、なんかそうなの。うせろ。それは言いたかった。大したものじゃない。仕事のどう。なるほど。何か起こせるはずだ。なんだ、一体何の用だ。誰？ダセー野郎だな。誰に舐めた口聞いてやがる。あ、大乱闘になってる。あ、空気一変。あ、証拠。あとはないよね。バットがあ、バーテンダーいる。バーテンダーを見つけた。
レニー。バーバーショップだ。毎日正午きっかりに。よう、目立て。田舎町は気に入ったか。パーティーだ。にしてもらってるか。時間があったらマクガーモンドってガンショップを覗いてみろよ。ちょっとしたプレゼントがある。見ていただきたいものが非常に重要なことです。なんだ。届け物です。何年も接触を絶っていた古い協力者からで、コードネームはバーディー。コードネームがバーディーとは、ね、飛び去るのか。報酬を出せ。何としても47を探し出すんだ。バーディの贈り物。俺のものだ。金を払う必要もない。盗むわけじゃない。勝てますよ。女にもよる。エリーを甘く見ちゃいかんぞ。これバーコード隠し方雑じゃない？シルバーボーラーの奪還。愛用の銃シルバーボーラーは協力の見返りとしてバーディーに渡していた。だがそれを返すという、どういうつもりなのか。奴を信用していいのか。それともより身入りのいい取引相手を見つけたのか。いずれにせよ、レニーを追う前に武器を回収する。いつまでもさまよってばかりはいられない。シルバーボーラーの奪還。暗夜の銃シルバーボーラーが店内に堂々と展示されているとは。ディスプレイは施錠されており、店の客は皆武装している。手に入れるのは容易ではないだろう。ガラスを割って取り返したい気もするが、注目を集めるのだけは避けたい。ついていけんかな。あ、でもポイントシューティング使えないよこれ。こんにちは、カーボーイさん。あなた勝負したいんだって。まあ、微妙なブサイクっすな。好きな武器を選んでくれといい。武器を選んだらこっちに戻ってきて勝負だよ。弾のことは気にしないで。勝負する気があるならいくらでも使っていいわよ。
通に行くとそうっぽいね。よあ、後でビールでも飲みに行こうぜ。あ、ここはダメだって、うん、見てんじゃねえよ、キモいんだよ。早く頼め。女を任すのは気が引けるだって。はい、いい線いってるわよ。次は他の銃を使ってみる。471だって。勝てる気がしないんだけど。それに今は裏にも在庫ないのって。まさか。ほら、どうだ。綺麗になったじゃないか。よ、どこでボロ切れを手に入れた？死んだホームレスからか？うまく言えないけど。レニーのやつが帰ってきたらしいんです。あのクソ野郎のルッキーは静かで平和だったのに。そこになんかあるけど、みんなこっち向いてるよ。いやいや無理だって。どうしたもんすかね、これは。初めてウサギを仕留めた時に使ってた銃に似てる。あんな感じだった。芸術品だ。カードキー手に入れた。何してる？見つけた。
ここは何もないよね。こうなれそうなんか。はい。お。持ってるよカード。メモ帳、あ、金庫用だって。金庫はあそこのことかな。なんかちょっとお偉いさんのところあったよね。RPG あるよ。ちょっと、いや、こっちから無理だと思うんだよな。ほら、ここにね、金庫あるっしょ。鍵を手に入れたよ。チャンスかも。お、ミハブはなんとかプログラム。
デクスターだ。どうやってんじゃないよ、早く逃げるよ。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。次回もこの続きやっていきますので、よかったら見に来てください。ご視聴どうもありがとうございました。